ありましたね。じゃじゃーん。来た。すごい、めっちゃゲーセン入って入り口すぐに発見しました。さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。今日はお茶の水で仕事がありまして、今終わって、夕方4時なんですけども、ちょっとね、今日は11月の20日土曜日なんですけど、秋葉原にあのポップマートロボショップがまたニューオープンってことでチェックしておこうかなと思います。まあ、多分今日は何も買わずにちょっとどんな感じか見てこようかなと思います。何やら、セガですね、ゲームセンターの中にあるらしいんで、ちょっと行ってみたいと思います。いや、今日はキャリーにめちゃめちゃ荷物が、仕事用の機材が入ってるんで、ちょっとエレベーターで優雅に移動です。いや、今日のノート PC も入ってるんでめっちゃ重いんですよね。うわ、秋葉着いたけどちょっと混んでるね。そうか、今日土曜の夕方は結構人多いんだね。あ、間違えた。ここセガ4号館だ。ここじゃないですね。ちょっと間違えました。ありましたね。じゃじゃーん。来た。すごい、めっちゃゲーセン入って入り口すぐに発見しました。お、結構ラインナップ。あ、上のが3つ買うと1個もらえるってやつですね。ちょっとね、秋葉土曜混みすぎなんで、もう早々に退散します。まあ、帰ってちょっと今買ったインスティングトイのショックシリーズを開封してみようと思います。ちょっとキャリーをね、キャリー持ってるとマジで邪魔にしかならないんで、今日はもう退散です。というわけでお疲れ様です。バーナードです。いや、秋葉原から帰ってきました。最近ちょっとこのインスティンクトイ熱がね、ちょっと強めで、まあ、これまでのね、インスティンクトイはエロージョンモリーコスチュームの、モリーちゃんのコラボのやつとか、あとはこの、ね、ショックシリーズはこのスノーのやつとかね、あと友人からいただいた、キュリオちゃんとかいるんですけども、今回はこのインスティンクトイの定番ショックシリーズを購入しました。いろいろ迷ったんですけどね、スカルパンダのキャンディーのやつもいいなと思ったんですけど、これにしました。まあ、今日は1個だけなんですけどね、開けていきたいと思います。いや、一体僕は月に何個買ってるんだろうっていう感じなんですけどもね、ポップマート、ちょっと開けていきます。よいしょ。さあ、というわけで、ちょっとね、下の方から開けて、そして、あれ、なんか結構ごつい感じですね。
さあおなじみのポップマートの袋から、あの結構でかい感じがする、熊さんかな、なんだろう、よいしょ、もーす、じゃじゃーん、うわ来た、めっちゃかっこいい、わーやば、ちょっと見てくださいこれ、めちゃめちゃかっこいい、かうわすごいな、これはなんか男の心をくすぐる感じですね、可愛くもありめっちゃかっこいいみたいな、ちょっとこのあのアイスヴィンセントのね感じと結構近い感じがありますけど、いやめちゃめちゃかっこいいですね、いやーすごいなこれ、迫力って感じだね、ちょっとじゃあカード見てみましょう、よいしょ、シルバードラゴンということで、いやーアイスヴィンセントのシルバードラゴンですね、カードデザインね可愛いですよ、こういう感じでポップなデザインですね、いやーすごいねこれ、うわー造形がすごいね、この後ろのさトゲトゲとかめちゃめちゃすごいんですよこれ、いやーこれはちょっとね、これだと1400円とかなんですけど、もうそれにしてはだいぶクオリティが高いですね、いやかっこいい、いいね、まあ、ところどころにねこうこのアイスヴィンセントのモリーちゃんと同じでこうねフラフィー顔があるっていうのがねいいですよね、この隙間とかにもあります、表情もね、まあ、一応ショックシリーズでこう驚いているキャラクターのシリーズなんですけどね、結構口をこうグワーッと開けてるような感じの表情ですね、ちょっとね近くでねこの質感をねぜひ見てほしいんですけど、めちゃめちゃ細かいですね、この口の中とかも、口もねめっちゃ細かいですよね、やばクオリティが高い、これすごいな、置いておくだけでものすごいインパクトですね、シルバードラゴン、いやー素晴らしい、でまあそうなるとねこの間、中野のマンだらけで救出したアイスヴィンセントとやっぱ並べちゃいますよね、これすごいね、いや本当になんかこうまあ、他のポップマートと全然こうなんか世界観の違うこうねちょっとこう特撮みたいな感じの怪獣ですよね、もうねモンスターというかもうなんかクリーチャーみたいな、ね、怪獣みたいな感じですけど、いやー素晴らしいじゃないですかこれこれすごいね、どっちもいいですよね、もうシルバーもめちゃめちゃ質感いいし、このアイスヴィンセントもねまた異なるこの質感、こっちはね青の方はねクリアパーツっぽい感じなんですけど、こっちはもうね銀色に輝く感じで、迫力はこっちの方があるかもしれないな、この後ろ姿ですよこれ、いやーめちゃめちゃかっこいい、並べておきたいですね素晴らしいです、というわけで今回はね秋葉原にニューオープンしたポップマートロボショップの、ちょっとまあ実際に行ってみたという動画でございました、ゲームセンターねセガ3号店入り口入ってすぐ左手側にありましたので、お近くの方はぜひチェックしてみてください、ロボショップで買うのはやっぱねちょっと楽しくて、ついついね今日はね買う予定はなかったんですけど1個ねショックシリーズ買っちゃいまして、めちゃめちゃ嬉しい引きがめっちゃ嬉しいのが出たんでね、もうアイスヴィンセントこの間買って続けてのこのシルバードラゴンはめちゃめちゃ嬉しいです、というわけで今日もバーナード Vlog ご視聴ありがとうございました、また遊びに来てください、さよなら。I need to